見てこれ、シュレディンガーの猫。あー、連れてきたんだ。は？シュレディンガーっぽい人の実験から助けてあげたんよね。そうそう、箱から出した。あ、本当にいたんだ、思考実験なのに。めちゃ懐いてんの。超可愛いじゃん。チュールで懐いたからチュルオでしょ。そうそう、ダセー。もうあんたはシュレディンガーの猫じゃなくて未来の猫だね。いや、っていうか普通に学校に猫連れてくんなよ。実はうちも連れてきてんだよね。なになに？パブロフの犬。は？ベル鳴らして餌あげてたら、そっからベル鳴らすだけでよだれ垂らして、マジ可愛いんだわ。なにそれ、可愛すぎ。いや、もうそれ普通の犬だろ。マジ尊いっしょ。尊すぎ。てかパブロフの犬、ペキニーズなんだ。わかる、うちも雑種かと思ってた。犬種の問題じゃなくね。あ、実はうちも他の子連れてきてんだ。なになに？アキレスのカメ。アキレスとカメだろ。なんかめっちゃ足速い人に追いかけられてて、かわいそうだから助けた。未来優しい。それ絶対たどり着かないから大丈夫だよ、理論上は。うちも他の子連れてきちゃった。なになに？どんだけ動物連れてくんだよ。マネーのトラ。はは。絶対ダメだろ、大型肉食獣は。犬猫ならまだしも。めっちゃかっこいいじゃん。でしょ。てかマネの虎って、あのお金を出す社長たちのことだと思ってた。いや、そうだよ、それで合ってるよ。マジでどういうことなんだよ。なんかマネの虎のスタジオの前に捨てられてた。いや、説明聞いてもわけわかんないわ。スタジオにずっと待機してたの、この虎。じゃあうちもとっておきの見せちゃおっかな。なに？まだいるのかよ。ラプラスの悪魔。は？いや、もう動物ですらないじゃん。すごー。すごいっしょ。ラプラスの悪魔って現在の科学じゃ量子力学の登場で存在否定されてなかった？知らない雑学の域に入っちゃった。でしょ、だからめっちゃレア。TikTok 載せていい？もち。いや、もうついていけないわ、特にマネーの虎あたりから全然ついていけてないわ。あ、そうだ、この後どうする？それなー。あ、メアリーの部屋行かん？いいやん。メアリーの部屋って、あの白黒の部屋の思考実験の？あそこ部屋全体が全部白黒で、なんか落ち着くんよね。わかる。なんで実在すんだよ。てかメアリーの部屋に白黒以外持ち込んだらまずいだろ。そこでテス弁しない？あ、めっちゃええやん、ドリンクバーもあるし、ポテトの半額クーポンもあるしね。メアリーの部屋ってファミレス？あー、でも琵琶湖の中心にまで行くのだる。メアリーの部屋って滋賀県にあるんだ。テセウスの船で行けば余裕っしょ。ツッコミきれねえ。あー、この子連れてっても大丈夫かな。あー、多分大丈夫。てかパブロフの犬にもう名前つけたん？うん、犬用チュールで懐いたからチュル太郎。ダッサ。